演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらチャンネル登録よろしくお願いします。ちらファミマのマルチパンを5種類買ってきました。だからこちらはなんかよくある5つ入りのパンで、こちらにクロワッサンとバターロールを入れましたね。どれも一人で食べるのではなく集団で食べるようなものなのかもしれませんが、今回は食べてみます。まずはこちらのクロワッサンからいただきます。どう開けていこう。ではやっぱり小さめだけど断面図はこんな感じですね。いただきます。チョコレートケーキじゃない、チョコレート系統の味わいがすごいですね。しっかり感じられるなんて、ほんとねじけてませんね、味は。最初に食べたこのほんのり甘いミルククリームクロワッサンは、噛んだ瞬間に意外と弾力があって、その弾力のある生地を噛みしめると甘いミルクの味、風味を口の中で感じることができました。ただクロワッサンとしてのさっくり感がちょっとなかったかなというのは残念ですが、大丈夫であれば仕方のない部分もあるのかもしれません。そして2つ目に食べたもの、次にこちらの3種類の、このクリーム、チョコ、大半パンにつきましては、いわゆる小型のパンで、周りにちょっと山崎のパンよりは、薄皮パンよりはちょっと分厚めの生地の中にそれぞれの具材が入っていて、具材っていうのかどうか分かる。チョコクリームは濃厚、カスタードもの風味が濃厚でしたね。で、もう薄皮半パンはあんこのさっぱりした甘さが感じられて、これが一番好きでした。やっぱりあんこの方が好きなのかな、自分。それも美味しかったですけどね。やっぱりあんこで、こちらの国産小麦のマーガリンロールパンは、マーガリンが入ったパンが意外と重さがあって満足することができましたし、マーガリンも香り豊かで美味しかった。バターではなくマーガリンの掃除から改めて教えられたような、そんなパンですね。でもやっぱり今回のお気に入りは先ほどのパンのあんパンでしたので、それを代表としてこちらの点数とさせていただきます。どれも美味しかったですけどね。まだ他にもいろいろ種類があるので、また機会があれば食べてみたいと思います。猫の恋、兵士見るから屋根ばかり、そういう兵士もそういうところを見られるようなの平和の世界が来るといいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。